手取り15万の夫じゃ子供を育てられないので、私も働きます。私がそう言うと、夫はますます怒りだし、それなら離婚届を書いて出てけ。いつもの決まり文句を言い出したので、あらかじめサインをしていた離婚届を夫に突きつけた。私の名前は彩香。42歳の専業主婦で、夫の隆と息子の拓也と義実家で暮らしている。夫の両親は共に健在で、特に元気な義母は毎日、彩香さんは専業主婦で楽ができていいわね、と私に嫌味を言ってきた。義母は日頃から家にいる私に嫌味の他にたくさん文句を言ってくる。息子も中学生になり手がかからなくなったこともあり、仕事に出たいと夫に話すと、俺の給料だけだ、やっていけないというのか。そこをやりくりするのはお前の責任だろ、と本気で怒り出してまともに聞いてくれない。私を外で働かせたくない理由を聞いても適当なことしか言ってこないのでわからなかったが、見えっ張りな夫は自分の稼ぎだけで家族を養っていきたいようだった。義実家で暮らしているので家賃はかからないし、節約家の義父はあまり買い物をしないので、今のところはなんとか夫の稼ぎだけでもやっていけている。私としてはもうすぐ息子も高校に進学して、次は大学受験も考えられるので、息子の将来のためにも働いて少しでも貯金をしたかった。それに義母と一緒に義実家で過ごす時間をなくしたいことも働きたい理由の一つだったが、夫は頑なに拒んでいる。誰かに相談したくなった私は実家の兄夫婦に話を聞いてもらった。私も外に出て働きたいんだけど、どうしても旦那が反対するのよ。私の話を聞いた兄は、うちの会社で事務員を探しているから手伝ってもらえると助かるな。兄はすぐにでも私に働いてもらいたいようだった。兄は父から運送会社を引き継いでおり、ネットショッピングの普及のおかげか業績は好調だった。私の両親はすでに亡くなっており、実家には兄夫婦と娘二人が暮らしていた。兄嫁も話しやすい人で、私は義母に嫁いびりをされて気分が落ち込んだ時は兄嫁に口をこぼしたので、私の気持ちをよくわかってくれていた。ずっと家にいるとお姑さんに嫌がらせされるから外に出たい気持ちはわかるわ。ここのお姑さんは優しかったからよかったけれど、嫁姑問題は大変みたいね。義母による嫁いびりも辛かったが、夫の給料が安いことにも不安があって、恥ずかしい話、たかしさんの給料が手取りで15万円くらいなのも困っていることなのよ。私は思い切って夫の給料への不満も話した。具体的な金額を聞いた兄は、ずいぶん手取りが少ないよな、たかしくんは役職もついているのにそんなもんなのか、と不思議そうに聞いてきた。兄は仕事の関係で夫と勤める会社を知っているようで、夫の部署や役職も分かっていた。給料明細は見せてくれないんだけど、いつもその金額を振り込んでくるの。私の説明を聞いた兄嫁が、なんかおかしくない？もしかしてもっと給料をもらってるのにごまかしてるんじゃないの？それか他に使っているとか、と納得いかないような顔で言ってきた。私も疑ったことがあり、夫に給料明細を見せるように迫ったが、そういう時は決まって、俺のことが信用できないのか？そんな奴は離婚届を書いて出ていけ、とすぐに怒って怒鳴り出すのだ。夫は怒ると、いつも離婚をちらつかせてくるので、全く驚きはしなかったが、逆にそこまで怒る理由もわからなかった。兄夫婦にも夫が離婚話を持ち出して給料明細を見せてくれないと教えると、確かに怪しい感じがする、ちょっと調べてやるから俺に任せてくれ、と兄が考えながら言ってきて、兄嫁も、何かあってもすぐにここに戻ってくればいいんだから心配いらないわよ、と優しく言ってくれたので私も安心できた。また兄からは、外で働くのがダメなら自宅で働くのはどうかと提案された。兄の会社の仕事を義実家にいたままやってもらえると兄も助かると話していたので、
その夜、夫に聞いてみた。兄さんの仕事を自宅で引き受けてもいい？経理事務の仕事を手伝ってもらいたいようなんだけど、在宅の仕事ならいいでしょ？夫は考えることもなく、仕事をするのはダメだ。在宅で仕事をしていたら、俺は母さんに笑われるよ。嫁を働かせるようじゃ、お前も大したことないとか言って、馬鹿にされたらたまったもんじゃない。と即答してきた。夫はやはり義母に見栄を張っていて、私を働かせることを恥ずかしいと思っているようだった。義父は公務員で、義母はずっと専業主婦をしていたので、夫の中ではそれが理想だと思い込んでいるのだろう。夫の稼ぎがもう少しいいのなら、私も喜んで専業主婦をして、義母の嫁いびりにも耐えるけれど、将来の不安はどうしようもなかった。兄が夫について調べると話していたので、それを待つ気持ちもあったが、兄嫁が言ってくれたように、実家に戻ることも考え出した。息子は夫とは仲が良くないし、義両親ともいい関係ではなかったので、義実家を出て行っても寂しがることはなさそうだ。義父はおとなしい人で、私や息子に文句を言ってくることはなかったけれど、どこかよそよそしく、とっつきにくい感じだった。息子も小さい頃からあまり義父と遊んでいることはなかったし、話をするときもお互い気遣っているようで、見ていてかわいそうだ。義母は息子を可愛がっているが、こちらは義父とは逆にベタベタしてくるので、小学校高学年頃からは嫌がりだした。中学に入ってからは、露骨に義母を避けているようで、ばあちゃんは俺のことに口出ししないでよ。と何か義母が話しかけると嫌そうな顔で言い返していた。息子がそのような態度を取ると義母は私のせいにしてきて、彩香さんの育て方が良くないから拓也は素直じゃなくなったのよ。小さい頃は何でも私の言うことを聞いてくれたのに、と怒り出す始末。義母が私に文句を言う様子を見て、息子はますます義母が嫌いになっていた。息子と夫や義両親の関係を見ていると、今、義実家を出て行っても、息子には悪い影響はないのではないかと思えてきた。仕事は兄の会社で働くことができるし、住むところも実家には離れがあって、そこで私と息子が二人で暮らすことは可能だった。私は家事の合間に実家に戻って、離れを掃除して、もしもの事態に備えようと準備を始めた。私が離れを片付けているのを見た兄嫁は、やっと決心ができたようね。私たちも協力するから、彩香さんの好きなようにしなさい。と、笑顔で応援してくれた。私が着々と将来に向けて準備をしていると知らない夫は、今度出張に行ってくるからよろしくな。と、珍しく泊まりがけで仕事に行くと言ってきた。今まで出張など、ほとんどなかったので、不思議に思ったが、頑張ってたくさん稼いでもらいたかった私は、気をつけて行ってきてね、そう言って送り出してあげた。夫が出張に出かけた日の夜、夕ご飯を食べていると義母が、たかしが出張に行って頑張っているのに、嫁は家でのんびりできていいわね。と、いつものように嫌味を言ってきた。息子はすぐに不機嫌な顔になって義母を睨みつけて、食事が終わるとさっさと自分の部屋に行ってしまった。息子の反応が面白くない義母は、拓也はどんどん生意気な子になってくるわね。昔は優しかったのに、彩香さんが私の悪口を教えたんでしょ？と、また私のせいだと言ってきた。私と義母の揉め事に関わりたくない義父も、逃げるようにキッチンを去っていった。義父は義母についても関心がないようで、義母もそのことにも腹を立てており、彩香さんが嫁いできてから、みんな機嫌が悪くなってしまったわ。たかしも昔は怒ることなかったのに、最近は彩香さんと喧嘩ばかりしているようね。と、気に入らないことは全て私が原因だと言ってきた。いろいろ言い返したかったが、余計に義母を怒らせても面倒なので聞き流していると、お願いだから跡取りの拓也を置いてここから出て行ってくれない？ついにそんなことまで言い出した。そこまで言われてしまい、頭に来た私は、高橋さんが出張から戻ってきたら、二人で話し合ってみますので、と、怒りを抑えながら義母に答えた。
私の言葉に義母は、そうしてくれると嬉しいわ。私は初めからあなたとタカシが結婚することに反対だったのよ。そうしてセリフを残して義母もキッチンから去っていった。義母に言われたことを話せば夫はどういう反応をするか楽しみだった。夫のことなので義母に言われた通りに息子を残して出て行けと叫んでくるかもしれないし、息子も連れて出て行けと言うかもしれない。私に息子を置いて行かれても息子の面倒など見たこともない夫は困ってしまうので、成人したら後を継がせるから返せと言いそうだ。息子にとっても義実家に置いて行かれても夫や義両親と暮らすのは嫌だろうから、一緒に連れて実家に帰りたかった。出張から帰ってきた夫にどう話を切り出そうかと迷っていると、たかし、彩香さんとは早く離婚して追い出してしまいなさいと義母の方から言い始めてくれた。その場は夫も黙って義母の主張を聞くばかりで私に何も言ってこなかったが、夫と私の二人だけになると、仕事で疲れているんだから家庭では問題を起こすなよと不機嫌な顔で叫んできた。私は日頃の不満をぶちまけるのにいい機会だと思って、前から何度も言っているけど手取り15万の夫じゃ子供を育てられないので私も働きます。そうすればお母さんと顔を合わせることも減って、今回みたいな言い争いも起きないわよと夫に提案した。夫は、俺の給料が少ないことと母さんとお前が喧嘩したことは別の話だろ、勝手なことを言うなと怒った顔で言い返してきたので、関係あるわよ。あなたが自分がいくら給料をもらっているかも教えてくれないし、手取りが少ないから私は将来が不安になって気が立っているからお母さんとも仲良くできないわ。私も普段思っていることを話した。夫はますます怒りだし、それなら離婚届を書いて出てけと決まり文句を言い出したので、私はあらかじめサインをしておいた離婚届を夫に突きつけた。夫はまさか私が離婚届を用意しているとは思っていなかったようで、本気で離婚して出ていく気かと怒った顔が困った表情に変わっていった。自分から離婚届を書いて出ていけと言ったでしょ。私が離婚届を提出してくるから早くあなたもサインして。私からサインを催促されたので夫はうろたえていたが、話を聞きつけた義母がやってきて、たかし、早くサインしてこんな女追い出してしまいなさいと怒鳴り始めたため、義母に逆らえない夫はしぶしぶ離婚届にサインした。私たちの騒ぎを聞いていた息子もやってきて、俺も母さんと一緒に家を出ていくからねと思った通りのことを言ってきた。義母は驚いて、拓也は大切な跡取りなんだからここにいなさい、おばあちゃんが面倒を見てあげるからと息子にすがりついたが、息子は義母を払いのけ、俺はおばあちゃんが嫌だから出ていくんだよ、もちろん父さんも嫌いだけどねと冷たく言い放った。夫はあまりショックを受けてる様子はなかったものの、義母は驚いたようでその場に倒れ込んでしまった。私がそんな二人に脇目も振らず、用意してあった荷物を持って家を出ようとすると、息子も必要なものは揃えていたのか、すぐに荷物を持って出てきた。夫は何か言いたそうだったが、義母がいるので私を引き止めることもせず、黙って私たちを見送っていた。義母は泣いたまま義父に支えられながら、息子の出ていく姿を呆然と見ていた。実家に行くと兄嫁が、待っていたわよ、もともとここは彩香さんの家だったんだから好きにしていいわと笑顔で私たち親子を迎えてくれて嬉しかった。仕事から帰ってきた兄も、俺も彩香に報告しなければならないことがあって連絡しようと思っていたんだよ、その話は明日ゆっくりと話しよう。ニコニコして話していたが、私に報告することと聞いてなんだか気になった。私と息子はこの日のために片付けていた実家の離れに荷物を置くと、母さんはだいぶ前から家を出る準備をしていたんだねと息子が言ってきた。私はなんとなくこうなる気がしていたから準備はしていたのよ、
あなただって家を出るとき準備ができているようだったけど、どうして？逆に息子に聞いてみると、息子は、母さんが荷物をまとめているのを偶然見てしまったから、もしかしてと思ってね。正直、俺もあの家にはいたくなかったからさ。と、照れくさそうに笑って教えてくれた。荷物をまとめているところを息子に見られて、私は恥ずかしくなったが、息子の成長も感じられて嬉しかった。次の日は休みだったので、私たちはゆっくりと眠ることができた。翌日、朝食を食べた後、私と息子が荷物の片付けをしていると、夫と義両親が実家にやってきて、拓也を取り返しに来たわよ。勝手に跡取りを連れて行くなら、警察に訴えるわ。と、義母がわけのわからないことを叫んできた。夫と義父は義母をなだめようとしているが、義母の勢いを止めることができなかった。私と兄が三人のところに行くと、彩香さんが拓也を騙して連れて行ったことはわかっているのよ。今すぐ跡取りを返しなさい。と、私に叫んでくる義母に向かって兄が笑いながら言った。拓也の他にも立派な跡取りがいるじゃないですか。なあ、隆くん。兄の言葉に私も義両親も何の話かわからなかったが、声をかけられた夫だけは真っ青な顔で兄を見つめた。不思議そうな顔をする私たちに、兄はさらに、隆くんには隠し子がいて、確か男の子だったから、拓也がいなくても大丈夫でしょう。この前、出張と言って出かけたのも、その子の小学校の卒業式だったからだろう。と、嬉しそうな顔で話した。驚いた私や義両親が夫を見ると下を向いてしまって黙り込んだので、代わりに兄が、たかしくんには浮気している女性がいて、その人との間に12歳になる男の子がいるんだ。認知しているからたかしくんの正式な子供で、ちゃんと養育費も払っているんだよな。あやかも離婚届を出しに行った時に確認してみればいいよ。と、夫の隠し事を暴露してくれた。びっくりして声も出ない私だったが、兄は続けて、たかしくんの手取りが少なかったのは、浮気相手に子供の養育費を払っていたからだよ。たかしくんの会社の社長と俺は友達だから、給料の話をそれとなく聞いてみたんだよ。そしたら、10万円くらいは多くもらっているそうで、それを養育費や浮気相手の生活費に払っていたみたいだ。夫の給料の金額も教えた。夫の浮気は全く気にしていなかった私は、唖然としてしまったが、すぐに怒りが湧いてきて、もっと早く離婚すればよかったわ。あなたには慰謝料と拓也の養育費も、ちゃんと払ってもらいますからね。そう叫んだが、私の声をかき消すような大声で、義母が言ってきた。跡取りがもう一人いるなら、もう拓也に用はないわ。早く帰って違う跡取りに合わせてちょうだい。跡取りのことは、浮気相手の子供でいいと切り替えた義母は、夫と義父の手を引いて帰ろうとした。私は夫を引き止めると、あなたには話があるから残ってください。お母さんとお父さんはどうぞお帰りくださいね。義両親に別れを告げた。その後、夫とは弁護士を間に入れ、慰謝料や養育費の話を始めた。浮気の証拠は兄が集めていたので、夫もあっさりと認めた。私は浮気相手にも慰謝料を請求したので、夫がこの分も払うことになった。話し合いの結果、慰謝料も養育費も私の主張通りの金額をもらうことができた。二人の子供に養育費を払い、さらに私に慰謝料を払わなければならなくて大変のようだ。さすがに夫は義父に援助をお願いして、義父が立て替えてくれて、私はすべて慰謝料を支払ってもらえた。義父は渋ったようだが、私との関係を早く終わらせたかった義母が、慰謝料を早く払って、彩香さんとは縁を切りなさい、と言って、無理やり義父に払わせたのだそうだ。その後、夫は浮気相手と再婚したが、再婚相手と義母の仲も良くなかったのか、半年もしないうちに子供を連れて義実家を出て行ったようだ。嫁いぶりが原因で離婚したと言われて、また慰謝料を請求された夫は、今度も義父に泣きついて何とか解決したが、義実家を担保にしてお金を借りたようだ。
また後取りに逃げられた義母が私のところにやってきたが、息子に会わせず追い返してやった。私や浮気相手と離婚して、すっかりお金がなくなった夫や義両親は、相当苦しい生活をしているそうだ。二人の子供に養育費を払い続け、慰謝料の支払いで作った借金も支払う。これだけでも大変なのに、騒動で義父が体調を崩して入院までしたらしい。義父の介護も必要で、お金はどんどん出ていき、夫の稼ぎだけではどうしようもなくなって、さらに危ないところから借金をしたそうだ。危ないところから借金なんかしたら、負の連鎖が始まるだけ。でももう知らない。勝手にやってくれという感じだ。私は実家に戻ってから兄の会社で働き始めて楽しく暮らしていた。息子も兄夫婦や姪っ子たちとも仲良くしており、最近になって兄が、うちの娘たちは俺の会社を継がないと言ってるから、拓也が良ければ継いでもらいたいな、そんな話をしてきた。先のことなのでどうなるかわからないが、息子にいい状態で引き継ぐことができるように私も仕事を頑張っていきたい。3年前に兄のタケルが結婚して義姉ができた。上は兄だけだったので義理とはいえ、姉ができることを私はとても喜んだ。初めて紹介された時の義姉の印象は美人で明るい人。お友達のような関係になりたいわと綺麗な笑顔で言われて、私は本当に嬉しかった。が、今は当時の自分を張り倒したいと思っている。義姉はそんな人ではなかったのだ。私はサキ、中小企業に勤める25歳で独身、両親と一緒に暮らしている。近所には3年前に結婚した兄夫婦が住んでいる。今月はもうしばらくすると連休がやってくる。私は両親を泊まりがけの温泉旅行に誘おうと計画していた。温泉好きの二人にいつかプレゼントしたいと思っていたのだ。夕飯の時に早速持ちかけてみると、一も二もなく賛成してくれた。じゃあ予約を入れておくね。手配はすんなり終わった。私の分の部屋も取れたので、あとは当日を待つばかりだ。私にとっても久しぶりの旅行はとても楽しみだ。その翌日の晩、思いがけない人から電話があった。近くに住む兄嫁、義姉の里穂さんだ。着信画面にその名前を見ただけで、私は嫌な予感しかしなかった。もしもし、お姉さん、お久しぶりです。ちょっと、あんた今度の連休に温泉旅行に行くんだって？お母さんに聞いたわよ。なんで私を誘ってくれないのよ。酔っているのか、義姉は呂列が回っていない。お母さんもなんで行っちゃうかなと肩を落とす。兄さんと予定があるかなと思って。あら、気を使ってくれたの？ありがとうね。でもこんな時は気遣い無用よ。むしろ水臭いわ。スマホの向こうで義姉は楽しそうに笑っている。私たちも一緒させてもらうわね。悪いけど部屋の手配お願いね。じゃあね。私の返事も聞かず義姉は通話を切った。体中の空気を吐き出すようなため息を吐いた。はあ、部屋取っとかないと後でめんどくさいからな。もう一度ため息を吐き、明日にでも旅館に電話するしかないと諦めた。そしてやってきた温泉旅行の日、現地集合ということにして、私が車を走らせて両親と共に旅館にチェックイン。少し遅れて兄夫婦がロビーに姿を見せた。少し派手めの服を身にまとった義姉が私たちに手を振る。こんにちは。少しの間ご一緒させていただきます。よろしくね。どうも。テンションの低い返事をした私は義姉の後ろにいる兄に目を向けた。兄は苦笑していた。すると早速義姉がやらかした。
ここ初めて来たけど、いいところね。田舎の温泉宿って感じで、ひなびたところに風情があるわ。私たちはぎょっとした。技師の声は無駄に大きい。絶対従業員さんにも聞こえている。ちなみにこの旅館は決して田舎の温泉宿の雰囲気ではないし、ひなびてもいない。高級旅館とまではいかないけれど、調度品も洗練されたものを置いている良い旅館だ。お姉さん、部屋へ行きましょう。私はこれ以上この人が無礼を働く前に部屋へ押し込めてしまうことにした。ぐいぐいと背を押すと、義士は遊んでいるとでも思ったのか、のんきな笑い声を立てた。後ろでは兄と母が受付の人に謝っていた。私の部屋の前まで着いたところで、じとっと義士を睨む。お姉さん、発言には気をつけてくださいよ。え？私？変なこと言った？これだからこの人には言ってほしくなかったのだ。げんなりしているところにようやく兄たちがやってきた。義士を兄に回収してもらい、私も自分の部屋に入る。畳の部屋にほっと一息ついた後、私は両親の部屋を訪ねた。義士対策を練るためだ。けれど、先に私の口から出てきたのは、義士への愚痴だった。あの人なんでああなの？本当に年上なの？実は体だけ大人で、中身は小学生だったりしないかな。世の中には信じられないような言動をする人もいるのよ。うまく猫をかぶってたもんだ。彼女の母親は、俺から見ても厳格な雰囲気だったが。母と父は諦めモードだ。兄さんも、なんであんなのと結婚したんだろう。知らないはずないと思うんだけど。まあ、いいところもあるんでしょう。口を尖らせる私を、なだめるように母が言った。そして作戦会議は、ほんの数分で終わった。作戦は至ってシンプル。義士が口を開く前に塞げ、シンプルだけど高難度。ああ、気が重い。義士の行動は悩みの種だけれど、本来の目的を忘れてはいけない。私は一時的に義士を頭の中から追い出して、母と温泉に行った。父も男湯でゆっくりしているだろう。久しぶりの気持ちいいお湯で気分も良くなった。部屋でほてった体を冷ましているうちに、夕食の時間になったので、一応隣部屋の兄夫婦に声をかけておく。出てきた義士がにっこりして言った。すぐ支度するからちょっと待っててね。義士からはほんのりお酒の匂いがした。もう飲んでいたようだ。温泉でのいい気分がしぼんでいく。義士は酒好きだ。それも結構味にうるさい酒好きだ。私たちは義士がそれを言うのを止めることができなかった。なーにこのお酒。本当に一品の純米酒なの？田舎なりのいいお酒を飲めると思っていたのに、当てが外れたわ。一口飲むなり、そう言い放った義士に愕然とする。大きな声に食堂は一瞬静まり返った。里穂さんは舌が肥えているのね。でもこのお酒も美味しいわよ。よく味わってみて。母は何とか義士を沈めようと努めて穏やかに言うけれど、この問題児は止まらない。それにお魚って苦手なのよね。小骨が多くて。ねえ、肉料理に変えてもらいましょうよ。無茶言うなよ。兄がたしなめたが、義士は不満そうだ。すでにお酒が入っていたが、この人がまだ酔っていないことは分かっている。義士はさらに文句をこぼしながら、当てが外れたと言った純米酒をほぼ一人で飲んだ。それからさらにお酒の追加注文をする。その横で兄は義士の魚の骨を抜いていた。
両親は唖然としてその様子を見ている。運ばれてきたお酒を父に勧めることもせず、義士は一人で飲み始めた。礼儀に厳しい父の機嫌が悪くなっていく。お母さんの言う通り、だんだん美味しく感じてきたわ。噛めば噛むほどって感じで、まるでスルメね。それはよかったわね。母は引きつった笑顔で何とかそう返した。酒瓶の半分ぐらいまで飲んだ義士はおもむろにバッグからタバコを取り出して火をつけようとした。あっ、私は叫び、タバコをひったくる。あんた何やってんですか。義士の最初のとんでもない発言から、こちらをちらちらと伺っていた周囲の人たちが目を丸くしているのが視界の端に映った。周知で顔が熱い。何よ、そんなに怖い顔しなくてもいいでしょ。ちょっと間違っただけよ。今の義士は間違いなく酔っ払っている。酔っ払いといえども、タバコを食堂で吸おうとしたことはいただけない。もうこの場にはいられないと思った。料理はまだ残っているが仕方ない。これ以上周りに迷惑をかける方がよくない。私たちは諦めて部屋に帰ろうとした。その時、兄が義士の腕を掴んで立たせた。ごめん、先に部屋に戻ってる。早口で言うと、義士を引きずるようにして食堂から出て行った。私と両親は騒いでしまったことを周りの人たちと従業員に謝った。料理はとても美味しかったけれど、それ以上に恥ずかしさと情けなさと怒りが胸の内に渦巻いていた。部屋に戻った私は気を落ち着かせようと思いお茶を入れた。その時、部屋のドアが強く叩かれた。びっくりした私は恐る恐るドアへ近づき、覗き穴から外の様子を伺う。そこには義士がいた。知らない人でなかったことに安堵はしたけれど、次第に静まったはずの怒りが再びふつふつと湧いてきた。一言言ってやろうとドアを開けると、先に義士が突っかかってきた。さっきはよくも恥をかかせてくれたわね。入るわよ、と私を押しのけてずかずかと上がり込む義士。そして私が座っていた座布団に勝手に腰を下ろし、入れたばかりのお茶を断りもなしに飲んだ。ちょっと、お姉さん。何よ、不満そうな顔して。文句を言いたいのはこっちよ。あんな大勢いる場所で怒鳴らなくてもいいでしょ。それはお姉さんが周りに迷惑なことをするから。それであんな大声出したの？おかげで私は悪目立ちよ。たまんないわ。その前から悪目立ちしていた自覚はないようだ。義士はイライラと指先でテーブルを弾き、私を睨んだ。まったく、せっかく楽しみにしてきたのに、バカな妹のせいで台無しよ。最悪の気分だわ。呼んでもいないのについてきたのはあなたでしょ。義士のあんまりな言葉に、私は反射的に怒鳴ってしまった。義士も目をつり上げて声を大きくする。それが年上に対する言葉？愛想が良かったのは初めのうちだけね。とんでもない猫かぶり。どの口がそう言うのか。何よその目は。妹のくせに文句があるの？口が一つじゃ足りないくらいにある。頭にきてテーブルに拳を叩きつけたとき、部屋のドアが開いて兄が入ってきた。鍵をかけ忘れていたようだ。兄は厳しい表情で義士を呼んだ。リホ、こんなところで何やってんだ。ほら、部屋に帰るぞ。あら、タケルさん。ねえ、あなたからもこの無礼な妹に言ってやってよ。私のことろくでなしだの、疫病神だのって言うのよ。義士は傷ついたような顔をして嘘っぱちを並べ立てた。目元を拭っているけれど、あれは絶対に嘘泣きだ。
驚いたようにこちらを見た兄に、私は慌てて首を振る。そんなことは言ってない。思ってはいたけれど。とりあえず部屋に戻るぞ、ほら。兄はどちらの味方もせずに、ぐずる義士を連れて自分たちの部屋に帰っていった。静かになった部屋で、どうしてこんなことになったのかと、私は少しだけ泣いた。翌朝の朝食に、やや重い気持ちで席に着く。両親に続いて、兄夫婦もやってきた。義士は、昨日の私とのやりとりなどなかったかのようにご機嫌だ。両親はというと、また昨夜の夕食のような騒ぎになりはしないかと、緊張気味なのが見て取れた。私もそうだ。けれど、何があったのか、義士は良い意味で私たちを裏切ってくれた。彼女は初めて会った時のように、行儀よく振る舞っている。あの後よほどこっぴどく兄に叱られたのだろうか。兄を伺うと何か知っているかのように苦笑した。何はともあれ、最後の料理は穏やかに味わって食べることができた。帰宅した次の日の朝、それは起こった。出勤前の忙しい時間になったインターホン。そこに映っていたのは義士だった。おはようございます。どうしたんですか？ドアを開けて首をかしげる私に、義士は腰を直角に曲げて、一抱えもある箱を差し出してきた。旅館ではごめんなさい。これは心ばかりのものです。お納めください。ひどい棒読みだったけれど、とりあえず箱を受け取った。ずしりと重い。お忙しいところ、突然失礼しました。ではこれで。そう言って、義士はそそくさと帰って行ってしまった。リビングに戻って、このことを両親に伝えながら箱を開けると、中には缶ビールが詰まっていた。それはいいのだけれど、これ、どう見ても買い置きを適当な箱に詰め込んだだけよね。呆れを隠さない私の言葉に、両親もうなずいた。塩らしく謝ってはいたけれど、きちんと反省したとは思えない。まあ、受け取っておくけど。父も何か言いたそうだった。会社の昼休みに私は兄に電話をかけた。今朝の出来事を手短に話すと、スマホの向こうで疲れたような兄の笑い声がした。実はさ、あの旅館に、リホの妹も友達と泊まりに来てたらしいんだよ。それで食堂の一軒は実家に筒抜けでさ。義士は実家の怖い母親からこっぴどく叱られたのだという。それであのお手製のビール詰め合わせか。なるほどね。でもさ、本当に悪いと思ったならさ。私が部屋で義士とやり合っていた時、両親は旅館の人に平謝りしていたのだ。ああ、そのことなんだけど。突然真剣な声になる兄に、私もつい姿勢を正す。そして告げられた内容を聞いた私は、全力で兄を応援すると決めた。帰宅した私は、すぐに昼休みの時のことを両親に話して聞かせた。すでに二人も兄から聞いていたようだ。兄は義士を再教育すると言った。うまくいくかしら。あの奔放なリホさんよ。まあ見守ろう。心配げな母に対し、父はどっしりと構えていた。私はというと、ちょっと期待している。今でこそ穏やかな父だけれど、私が子供の頃はとても厳しかったのだ。兄にもその血が流れているのだから、きっとうまくいくと思う。義士も兄には弱いようだし。そんなことがあった3日後、義士が泣きそうな声で助けを求めてきた。普段の立ち振る舞いに食事のマナー、もう全部よ。
とにかく厳しいの。鬼よ、鬼。スマホから聞こえる情けない声に悪いと思ったけれど吹き出してしまった。頑張ってくださいね。生まれ変わったお姉さんと会える日を楽しみにしています。にっこり笑いながら言って私はスマホを切った。さて、あの身勝手な人がどうなるか、これから見ものだ。家でぬくぬくしてるお前がでかい顔してのんきに寝てんじゃねえよ。火事で疲れたとかたわごと言いやがって。俺のように立派に働けもしないクズ嫁なんか離婚してもいいんだぞ。こんな言葉を毎日聞かされてもううんざりだ。私の名前は美代子、32歳、専業主婦。3年前に夫の茂と職場結婚した。当時の私は退職せずにそのまま仕事を続けたいと思っていたが、茂の考えは違っていた。女は家を守って、男は外で働くものだろう。俺が稼いでくるからお前は家に入ってくれ。茂がそう言うのであれば、その方がお互いのためにいいのだろうと。茂に言われるがまま仕事を辞めて、結婚してからはずっと専業主婦をしている。私は昔からあまり自己主張をしたことがなく、おとなしい性格だったので、いつも周りの人に言われたまま従ってしまう弱いところがあった。愛する茂の言葉なら、なおさらだ。私は何の躊躇もなく退職した。茂に夢中だったとはいえ、もう少し私がしっかりして、言いなりにならずに仕事を続けていれば、夫婦生活はもっと違ったかもしれない。そんな風に考えてしまう。専業主婦というと、働くストレスもなく、家でテレビを見たり、気ままに買い物したり、友達とランチをする。そんな楽な生活をイメージする人も多いようだけど、現実は全く逆だ。朝早くから家中の掃除、洗濯、食事の支度、自治体の役員の仕事もある。これを毎日こなすにはかなり体力が必要だ。時間の余裕なんて全くないし、まして土日だからといって休めるわけでもない。主婦の仕事は365日稼働でかなりきつい。茂が休みの時に一度だけ簡単なことを頼んだことがあった。あなた、少し手が空いているんだったら洗濯物を取り込んでくれないかしら。そこに置いててくれればいいから。すると、しげるは途端に切れて、毎日働いてる俺にそんなことをさせるのか。休みの日くらいちゃんと休ませろ。俺の稼ぎで生活していることを忘れるな。お前の仕事は家事だろ。仕事をこなせない奴はクビにするぞ。まったく何を言い出すかと思えば、くだらないことを抜かしやがって。本当に呆れた奴だ。いいか、今度そんなことを言ったら即離婚だぞ。と、家事をお願いしただけで離婚すると騒ぎ出した。それ以来家事の手伝いを頼んだことはない。離婚だと毎回言われるくらいなら、黙ってやった方がマシだった。しげるは確かに外で仕事をしてきてくれて、本当に大変だと思うし、感謝している。今の私が生活できているのは、しげるの稼ぎのおかげというのも事実だ。だからこんなお願いをしてしまった私が悪かったのだと、その時は反省した。だけどしげるはその後も、私が何かをお願いしたり、提案したりすると、そんなこと言うなら離婚するぞと私を脅すようになり、その度に私は何も言えなくなって、茂の言う通りにするしかなかった。
本当に離婚されたら、専業主婦の私は仕事もなく、生きていく術がない。私にとって離婚されるということは、絶望を意味していた。離婚を切り出されたら私はおしまいだ。いつもそんな恐怖に怯えていた。でも、私が本当に怖かったのは、しげるの暴言だった。結婚前は、私のことを第一に考えてくれる思いやりのある人だった。頼りがいがあって信頼できたし、一生ついていきたいと思ったけれど、まさかこんなに亭主関白で暴言ばかり言う優しさのかけらもない人だったとは。これっぽっちも想像していなかった。しげるは職場の男性でも特にいつも笑顔で気配りのある人だったから、女性社員の人気も高く、私に好意を持っていると知ったときは、本当に嬉しくて、私は有頂天になってしまった。その時の自分に、今の私の姿を見せたら、絶対に結婚しなかっただろう。この結婚は間違いだったと、思わずにはいられなかった。最近、しげるはどんどんエスカレートして、俺が帰ってきたらすぐにカバンを受け取れ。こんな重いものをいつまでも持たせるな。俺に飯を食わせてもらってるんだから、もっと敬えよ。わかったな。この家に置いてもらいたければ、俺にもっと尽くせ。と、私をまるで召使いのように扱うようになった。しげるも仕事が忙しそうだし、外で稼ぐということは大変なことだと、よく理解しているつもりだけど、私も家事を一人でしているのだから、夫婦の関係としては対等なはずだ。私だって家でちゃんと働いている。外で働いているというだけで、夫が妻を虐げるのはおかしいと思う。でも、しげるにはそんな話は通用しない。夫の自分に、妻は使えるものと思い込んでいるのだ。結婚当初はしげるも仕事が大変で、少しイライラしているのかな、八つ当たりしているだけなのかな、そんな風に解釈して、私への暴言や扱いのひどさを必死に我慢していたけれど、どうやらそうではないことが分かった。しげるはただ私を見下したいだけ、それだけだった。私は玄関でカバンを受け取ると、すぐにしげるの脱いだスーツをハンガーにかける。そして床に点々と落ちている靴下やワイシャツを洗濯かごに入れる。少しでも放置しようものなら怒鳴りつけられてしまうので、急いでやらなければならない。まさにご主人様の後を慌てて追いかける奴隷のようだ。そしてしげるは、私の食事についても毎回文句を言った。お前、いつになったら上達するんだよ。俺にまずい飯を食えというのか？誰の稼ぎで暮らせていると思ってんだ。俺がお前にしてやってることに対して、もっと誠意を見せろ。できないなら、わかってるだろうな。離婚だぞ。離婚されたくなければ、しっかりやれ。私は料理が下手なわけではない。料理教室に通ったこともあるし、正直自信はあった。しげるの健康のためにバランスのいい食事を作ろうと努力している。でも私の気持ちなど気づくはずもなく、何を作ってもしげるは必ず文句を言った。毎日こんなことの繰り返しで、正直私は心身ともに疲れていた。しげるは、自分が稼いでいると言うけど、実際はそんなに収入があるわけではない。その中で二人の将来のために貯金もして、贅沢をせずに切り詰めてやっているのに、やることすべてに文句を言われ、まるで人間扱いしていないような態度に、私は何のための存在なのかと思い悩む日が続いた。そんなある日、しげるは勝手に生活費を減らしてきた。理由を聞いたら自分の小遣いを増やすためだという。自分勝手な行動に私はめまいがした。
家計がますます苦しくなってしまう。そんなことを訴えても、またひどい言葉を言われるだけなので、私は一人で知恵を絞って収入を得ようと思い立ったのだが、ずいぶん前に外で働きたいとしげるに相談したとき、なんだと？お前が外で働いたら俺の稼ぎが足りないと周りに誤解されるだろ？お前は俺に恥をかかせるのか？しょうもないことを考えやがって、黙って家のことをやってろ！いいな、口答えするなよ、と案の定否定されてしまった。それにせっかく稼いでもしげるにそのお金は奪われてしまうだろう。そう気づいた私は、しげるに隠れて働ける仕事を探した。すると友人から家でもできる事務の仕事を紹介してもらえることになった。外にさえ出なければ私が働いてることはしげるにバレることもなく安心だったし、事務は前の職場でも経験していたから、場所がオフィスでなく自宅になったというだけで問題なく取り組むことができた。久しぶりに社会とつながりを持てたし、会社の一役を担っている、役に立てているという充実感もあって、毎日が楽しくて仕方なかった。家事と仕事で忙しくなってしまったけど、それ以上に働く喜びを感じていた。在宅の仕事を始めて数ヶ月経ったある日、少し疲れが溜まってしまったのか、私は結婚して初めて朝寝坊をしてしまった。と言ってもほんの数十分のことだが、しげるが起きてきたとき、朝ごはんも何も用意できていなくて、正直私も少し慌てていたが、それを見たしげるが烈火のごとく怒った。お前家で楽してるのに何時間寝てんだよ。これはどういうことなんだ。朝飯はない。俺の着替えも用意してない。こんな状態で俺を仕事に行かせるつもりか？この役立たずめ。お前の仕事は俺に尽くすことだろ？ちゃんと自分の務めを果たせないなら、お前はただの極つぶしだ。今までの私だったら、すみませんと謝って、しげるの機嫌を直そうとしていたけれど、その日の私は違った。積もり積もった怒りが爆発したのだ。何が私の務めよ。私は完璧にこなしてきたわ。今日ほんの少し寝過ごしただけじゃないの。朝ごはんなんかパンでもかじればいいし、着替えも自分で用意できるでしょ。子供じゃないんだからそっちこそしっかりしてちょうだい。突然の私の反撃にしげるは動揺して、なんだとお前、俺に盾つくのか。誰に向かってそんなことを言っているのか分かってるんだろうな。お前みたいな女は俺の前から消えろ。出て行け。と慌てて言い返してきたが、私はもう以前の私ではなかったのだ。分かったわ。出て行くわよ。実は私もそうしたいと思っていたところだったの。ちょうどよかったわ。ではさようなら。私は急いで荷物をまとめて出て行った。と言っても私に行くところはない。以前の私なら絶望して路頭に迷っていただろう。でももうその時の私ではない。私は近くのビジネスホテルを探してそこに身を寄せることにした。思いもよらない私の行動にしげるは何も言えずに呆然と私の後ろ姿を見送っていたが、それはそうだろう。召使いのように従順だった私が、突然歯向かって出て行ったのだから。でも、今の私には在宅の仕事がある。社会人としての責任を持って仕事をし、その対価として報酬を得る。自分が頑張った仕事が、お金という形で返ってくるという喜び。仕事の完成度が高ければ、褒められたり、ありがとうと感謝もされる。しげるとの生活ではなかったことだ。しげるは私のことを認めてくれなかった。自分を否定され続けた3年だった。あの家に閉じ込められ、社会との関わりを断ち切られて孤独だった。しげるの顔色ばかり伺って、息を潜めて暮らしていた3年間。
私は人としての尊厳とか、そういったものを忘れかけていた。でも、今の仕事は私を認めてくれている。私を必要としてくれる。何より人としての自信を与えてくれたし、生きる希望を与えてくれたことで、本来の自分を取り戻すことができた。私は変わったのだ。在宅の仕事はホテル暮らしでも変わらず続けられたし、家事をしないで、たくさんの業務をこなせるようになっていたから、私にとってはいい環境だった。たまには離れて暮らすのも悪くないんじゃないか。そんなことを考えるようになっていた。そんな中、会社から新しい仕事を任されるようになり、忙しさが増して、毎日があっという間に過ぎていった。そして、私が家を出てから10日ほど経って、そろそろしげるは音を上げるだろうから、戻るにはいい頃合いかもしれないと、そう思っていた時、しげるから電話がかかってきた。おい、もうそろそろ戻ってきたらどうだ。俺はお前が反省してるなら許してやってもいい。本来ならお前から電話をするところを俺がかけてやってるんだ。ありがたく思えよ。どうせ金もないんだろう。素直に謝れば帰ってきていいぞ。反省しているのかと思えばとんでもない言葉の数々。まあ想像はしていたことだけど、それにしてもひどい夫だ。でも私はある作戦を練っていたので、ひとまずここはしげるの言う通り、おとなしく帰って、私は以前のように従順にしなければと思った。私はムカムカしながらもしげるが求めているであろう言葉を並べた。あなた、本当にごめんなさい。私が至らないばかりに、あなたに迷惑をかけてしまって、毎日反省していたの。やっぱり、私はあなたがいないと生きていけないって実感したわ。こんな私でも許してくれるなら、もう一度戻らせて。お願い。と、涙声で謝ると、しげるは急に明るい声になって。なんだ、そんなに反省してるのか。まあ、まあお前は俺がいないと生きていけないんだからな。仕方ないから許してやろう。すぐに戻ってこい。と、上機嫌で言い、電話を切った。私はしげるの単純さに思わず吹き出してしまった。そして私は家に戻る支度をし、急いで家に戻ってドアを開けるとひどい悪臭が漂ってきた。家の中は目も当てられない状態で、生ゴミやらペットボトルが散乱し、積もったほこりでくしゃみが出た。脱ぎ散らかした服で、床はいっぱい。食器はもちろん洗われてなどいない。流しに入りきらなくなって食べた状態のままテーブルの上にある。10日間家を空けただけでこんなありさまになるなんて、本当に同じ家かと疑うほどだった。私がいなくなって少しは反省して洗い物や洗濯をやるのではないか。うまくできなくてもやろうと努力してくれているのではないかと、ほんの少しだけ期待していたのだが、見事に裏切られた。初めから家事をやるつもりなんかなく、貯めるだけ貯めてどうしようもなくなって、私に家事をさせるため電話をしてきたのだ。寂しくなったからとか、そばにいてほしいとか、そんなけなげな気持ちは一切、この状態からは感じられなかった。でもまあいいだろう。その方がこの作戦を遂行するには好都合だ。しげるへの同情も何もなくなって、かえってやりやすくなった。私は黙ってゴミ屋敷になった家の中をきれいにし、以前のようにおとなしくしげるの言うことに従って過ごした。そして2週間が経ち運命の日がやってきた。私は計画通りにことを進めて、すべての準備を整えてその朝を迎えた。私はこの前と同じように、朝いつもの時間に起きず、朝食を作らず、家事も一切しないで、しげるを起こさずに放っておいた。すると、案の定激怒したしげるは、家でぬくぬくしてるお前がでかい顔して、のんきに寝てんじゃねえよ、
同じ間違いを繰り返しやがって。火事で疲れたとか通用すると思ってんのか？俺のように立派に働けもしないクズ嫁なんか離婚してもいいんだぞ。お前は俺がいなかったら困るだろうが、そんなことは知ったこっちゃない。本当に離婚するぞ。よし、と私は心の中でつぶやいた。しげるが離婚の二文字を使って私を脅すのを待っていたのだ。私はにっこり笑って一枚の紙を取り出した。そんなに離婚したいのね。それならちょうどここに離婚届があるわ。あなたがサインしてくれれば出せるわよ。しげるが記入するだけになっている離婚届を私は満面の笑みで広げてみせた。しげるは目を丸くして離婚届を見つめていたが、ちょっと待てよ。お前、俺と離婚したら困るんじゃないか？なんだよこの離婚届ってのは。説明しろ。よろよろと私に近づき腕をつかもうとした。私はその手を振り払って、あら、離婚の申し出をしたのはあなたよ。それにね、私はあなたがいなくても平気なの。私ね、黙っていたけど在宅で事務の仕事をしてるのよ。あなたの会社の経理部の仕事。領収書や請求書、諸経費すべてチェックをしているの。それがどういうことだかわかるかしら。しげるは突然私の話に混乱して、在宅ってどういうことだ？俺の会社の経理？領収書、諸経費ってなんだ？しげるは頭を抱えていたが、しばらくして顔を上げた。まさかお前。さすがにここまで説明したら、勘の鈍いしげるでも理解できたようだ。自分の行いが明らかになったことに。私の在宅の仕事は元の職場、つまりしげるの会社の経理だったのだ。しげるとは部署が違ったけど、名前でバレてしまうかと心配があった。でも、しげるは全く気づかなかった。私は出社することはなかったし、会社とのやりとりはメールやデータで行っていたから、そもそもしげるは、経理部の人間の名前や私の名前にも興味がなく、いちいち気にしていなかったのだろう。というわけで、私は安全に仕事をすることができた。そして仕事をしていくうちに、私は恐ろしいものを目にすることになった。しげるが提出していた接待費や出張費、それにまつわる備品の購入費などの大量の領収書や請求書だった。あまりにも多いので疑問に思い、すべての日付を確認すると、その日に接待や出張をしていないのは妻である私には明白だった。すべての日、しげるはいつも通り家にいたのだ。つまり、しげるは会社に架空の申請をしてお金を自分の懐に入れていたのだった。私は当然見過ごすことはできず、上司に報告し相談していた。会社の対応は早かった。最近私が新しく任された仕事というのは、しげるの架空申請を過去のものも含めて全て調査するという内容だった。自分の夫のしたことだからさすがに私も、事実といえども心苦しく告発する勇気が持てずに悩んでいたが、私が出ていくきっかけとなったあのひどい言葉の数々、家に戻ってきてほしいと電話をしてきた時のしげるの態度、そして私がいない間の変わり果てた家、そんな現実を見て私は決意したのだ。こんな男にはさっさと見切りをつけてやると。あなたとは部署が違うから私が勤めていたとは気づかなかったようね。私もあなたがこんな犯罪を犯していたなんて思いもしなかったから正直驚いたわ。でももう観念しなさい。事実は全部会社に報告してあるし、もうすぐあなたの同僚が迎えに来るわよ。あなたがどっかへ逃げないようにね。しげるはぺったりと床に崩折れた。しばらくすると会社の人が来て、しげるに事情を聞くため会社に連れて行った。私はしげるがいないうちに家財道具をすべて運び出し、
すでに決めてあった新居へ運んだ。この家の家電や家具は、私が結婚前から使っていたものなので、遠慮なく運ばせてもらった。その後のしげるは、不正に得たお金の全額返金を求められ、当然ながら会社をクビになった。業界の間ではしげるの一件は瞬く間に広がり、同じ業界での再就職などできるはずもなく、まして他に取り柄もないので、無職のまま、再びゴミ屋敷になった家で暮らしているそうだ。しげるは離婚に応じてくれず、私に復縁を求めて毎日電話をしてきたが、直接しげると関わりたくなかったので、弁護士を介して連絡を取ることにして、無事に離婚を成立させた。私は今回の功績が認められ、本社勤務に栄転することになった。もちろん在宅ではなく出社して勤務する。しげるがいなくなった今、誰に遠慮することもない。私は私らしく好きに生きていいんだ。そう思える今、最高に幸せを感じている。そして、今度はちゃんと素敵な人と出会って幸せになるんだ。私の人生これからなんだから。俺の名前は田辺春人。高校2年の春、父親が事故で亡くなり、病弱な母と小学生の弟、俺、3人での暮らしが始まった。生活は一変し、我が家は困窮。俺は高校に行きながら働き始めた。母親は泣いて謝ったけれど、男として家を支えるのは当たり前だ。それに、学校生活は楽しくなかったし、外に出て働くのは、俺にとって、いい気分転換になった。その原因が、クラスメートの、大内海斗。性格が最悪で、おとなしい奴や、大内が気に入らない奴は標的にされている。父親を亡くし、貧乏になった俺は、大内の標的となってしまった。しかし、当時は、父親を亡くすというショッキングな出来事があったばかりで、大内のやることは、俺にとっては、大してダメージにはならなかった。それが気に入らないのか、大内の行動はエスカレート。落ち着いて教室で、弁当も食べられなくなってしまった。俺の弁当を、大内は、貧乏くせえ弁当、俺の前で食べないでくれる？臭すぎて吐きそうになるわ。と、かなり口汚く罵ってな。それ以来、教室で弁当を食べていると、無理やり奪って捨てようとするんだ。これは、病弱な母が、せめてお弁当だけはと、頑張って作ってくれている、大切なものなのに。仕方なく、人気のない屋上の、給水塔の裏で、弁当を食べるのが日課になった。ある日、給水塔の裏に行くと、先客がいた。クラスメートの、秋津美穂。あまり話したことはないが、おとなしいこの子も、大内の標的となっている。田辺くん？秋津が驚いた顔で、俺の方を見る。ああ、邪魔だったか。ううん。田辺くん、いつもここでお昼食べてるの？まあ、そんな感じ。大内に何を言われても、平気な俺だったけど、女子に、ここで弁当を食べているのかと聞かれて、なぜかとても恥ずかしい気持ちになった。そうなんだ。私も一緒に食べていい？でも、秋津はそんなこと全く気にせず、少しだけ笑って俺にそう聞いてきた。別に構わないよ。ここは俺だけの場所じゃないし。そっか。ありがとう。その日から、秋津と俺は一緒に弁当を食べる仲になった。秋津の家も父親がいないらしく、母親が女手一つで頑張っている。秋津の家は兄弟が5人いて、うちより大変な状況らしい。この前、学校帰りにスーパーの安売りを買ってたところ、大内くんに見られちゃって。
それ以来、貧乏人って馬鹿にされるの。そう言って、秋津は力なく笑った。大内のいじりは、俺にすれば傷つくようなことではないが、女子には辛いだろう。大内くんの家って、お金持ちなんだよね。だから、私みたいな存在が理解できないんだと思う。理解できないからって、馬鹿にするのは違うだろう。大内みたいな奴は、社会に出たら珍しくない。だけど、人の気持ちがわからない奴はクズだ。その存在は珍しくないけど、だからといって許してはいけない。俺の言葉に、秋津は驚き、そしておかしそうに笑った。田辺くん、うちのお父さんに似てる。え？そうか？うん。正義感が強いところとか。そうかな。と、俺は笑う秋津を見て、つられて笑顔を浮かべていた。学校で笑ったのは久々だった。秋津との時間は、俺の大変な日常を癒してくれた。だけど、現実は厳しく、高校生のガキの俺にも、容赦なく襲いかかる。ハルト、ごめんね。母親が泣いて謝る。母親の病院代がかさみ、俺の学費を払う余裕がなくなってしまったのだ。今までは、父親の生命保険と俺の少ない稼ぎで、なんとか食いつないでいたけれど、それも限界だった。いいよ、母さん。俺、高校辞めるよ。俺が中退を決意したのは、高校2年の冬だった。秋津に中退することを告げると、彼女は、そっか、と言い、そしてポロポロと泣き出した。田辺くんのおかげで、私は救われたわ。秋津。最悪な高校生活が、少しだけマシになったもの。おい、少しだけか？秋津は泣きながら笑って、そんな冗談交じりな言葉を言った。ごめん、泣いて。ちょっと驚いちゃったの。秋津、俺。これから大変だろうけど、田辺くんのことを応援してるよ。ああ。その時、俺は秋津に告白するつもりだった。だけど、中退になる俺から告白されても、秋津の負担になるだけだ。俺は胸の中の感情に蓋をして、秋津と握手をして別れた。あれから10年の月日が経った。俺は高校中退後、職を転々。今働いている町工場は、給料はそこそこだけど、家族3人が余裕で食っていける。母の病気は快方に向かい、当時小学生だった弟も、高校生活を満喫している。俺の人生、まあまあだな、と思っていたけれど、冬になると、なんだか物悲しくなる。冬になると、秋津と別れたあの日を思い出すからだ。そんなある日、高校の同級生から同窓会に行かないかと誘われた。その同級生は唯一連絡先を知っている奴だったけど、中退してからは会ってない。いつもなら断っているけど、その時は秋津のことを思い出して寂しい気持ちでいっぱいだったこともあり、俺は参加することに決めた。会場の居酒屋に着いた早々、後悔したけどな。よう、田辺、相変わらず貧乏暮らしか？仕事があったので少し遅れて行ったら、すでに出来上がっていた大内に早速絡まれてしまった。いや、今は普通の暮らしだよ。あの時とは違い、もういい歳をした大人だ。失礼な物言いをされても、俺はスルーして席に着く。は？お前どこに勤めてんのよ。君倉製作所っていう町工場だけど。え、町工場？マジかよ。何が面白いのか、大内がゲラゲラと下品に笑う。周りを見ると、全員が大内に合わせてヘラヘラと笑っていた。ああ、そういうことか。高校時代のあの教室を思い出す。俺に絡んでいた大内を、クラスメートたちは同じように、
ヘラヘラと笑って見ていた。こいつらは全く変わっていないのだ、と理解した。俺は、都生命って会社で働いてんだけどさ。え？上場企業じゃないか。だろ？ま、いわゆるエリートコースだな。お前の努力の賜物だな。すごいじゃないか。俺は本心からそう言ったが、俺の言葉に大内は顔をしかめる。しかし、すぐにニヤニヤ顔に戻り、俺の肩に腕を回し、嫌みたらしい口を開いた。それで、お前は何？町工場勤めの貧乏人って？だから、貧乏人じゃないって。やっぱり高校中退したやつなんてこの程度ってわけだ。ゲラゲラと下品な笑い声を上げて、大内は俺の背中をバンバンと叩く。そんなくだらない人生で楽しいのか？生きてて意味ねえだろ。意味なくなんか。お前、なんで生きてんの？貧乏人のくせに。調子こいてんじゃねえぞ。大内がそう言い、俺につかみかかろうとした瞬間。バンと部屋の扉が激しい音を立てて開いた。そこにいたのは、誰だ？高そうなスーツに身を包んだ、とびきりの美女だ。部屋を間違えたのだろうか。うるさい部屋だなと思ったら、うちの同窓会だったなんて。あなたたち、今年で何歳になるの？そう言い、美女が空いている席に腰掛ける。突然の美女の登場に、部屋がしんと静まり返った。あら、どうしたの？私に構わず続けなさいよ。いや、お前誰？大内が美女に尋ねる。すると、美女がニコリと笑い。誰って、秋津よ。秋津美穂。クラスメートの顔を忘れたの？あ、は？その場にいた全員が驚き、声を上げた。高校時代の秋津は、おとなしい性格と同じく、おとなしい見た目をしていた。こんなバリキャリの美人になるなんて、誰が想像できるだろう。秋津はカバンから名刺を取り出し、大内に手渡した。ほら、名前書いてあるでしょ？確かに。あれ、都生命って、大内が勤めてる会社？俺は久々の秋津に挨拶するのも忘れ、そう言った。秋津の名刺には、都生命本社、部長、と書かれている。え？大内くんが、都生命に？え？あ、酒に酔って赤くなっていた大内の顔が、さっと青くなる。どこの部署？本社で会ったことないけど。え、いや、それは。私、人事なのよ。だから社内の人間は把握してるはずなのよね。つまり、大内が嘘をついているということか。しかし、秋津はそれ以上追求せず、俺の方に顔を向けた。久しぶり、田辺くん。あなたはどこにお勤めなの？え？君倉製作所っていう、町工場だけど。え？あの君倉製作所？すごいじゃない、田辺くん。あの会社って、業界で有名な職人たちが集まる一流企業よ。秋津の言葉に、大内は驚き、目を見開いた。そう。俺が今勤めている、君倉製作所は、普通の町工場とは少し違う。職人を集めた工場で、日本だけでなく、海外にも顧客がいる、町工場なのだ。田辺くん、手先が器用だものね。覚えてる？大内くんに壊されたキーホルダーを、直してくれたこと。ああ、そんなこともあったな。俺と秋津の会話に、大内は、顔色を赤くしたり青くしたり、忙しそうだ。完全に同窓会の主役は、秋津と俺になっていた。そして、秋津は楽しそうな顔から一転、冷たい表情になり、集まった同級生たちを見つめた。あなたたちって、全然変わってないのね。上辺だけしか見てない、くだらない人たち。そんな人たちとこれ以上、
一緒にいたくないわ。そう言うと、二人分の参加費をテーブルに置いて、行きましょ、田辺くん。と、俺に手を差し出した。俺は少しだけ驚き、思わず苦笑いを浮かべる。そして空き巣の手を取り、最悪な同窓会を後にした。ああ、すっきりした。同窓会の居酒屋から少し離れた夜の公園で、空き巣が笑顔で言った。あのさ、空き巣。俺、久々に会えたお前に、ろくに挨拶もしてないんだけど。あ、そういえばそうだったわね。そう言い、空き巣が俺に向き直る。久しぶり、田辺くん。元気にしてた？あ、空き巣は、元気そうだな。ええ、そうね。二人で顔を見合わせて笑い、俺は空き巣にすまなかったと言った。何の謝罪？いや、あの場から連れ出してくれてさ。そんなこと別にいいのよ。あなたが高校の時に私にしてくれたことに比べれば。俺がしたことなんて、一緒に弁当を食べて話をしたくらいだ。本当にありがとう。それだけが言いたくて、行きたくもない同窓会に参加したの。あなたがいるかもしれないって思ってね。なら、俺の方も礼を言わなきゃ。俺はあの日、冬の屋上で空き巣に言えなかった分も含めて、ありがとう、とお礼を言った。高校時代、俺は空き巣の存在に救われてたよ。ありがとう、空き巣。空き巣の目をまっすぐ見ながら言うと、空き巣は少し顔を赤くして、ずるいよ、とつぶやいた。ねえ、再会を祝してこれから飲み直しに行かない？いいな。まずい酒ばっかり飲んで気分最悪だったし。相変わらず言うわね。そういうところが。そういうところが？なんでもない。その後、二人で飲み直し、連絡先を交換して別れた。大内とは違い、本物のエリートになった空き巣だが、彼女のいいところは高校時代と変わらない。10年の歳月を感じさせないほど、俺たちはすぐに打ち解けた。空き巣と再会したその年の冬は、寂しさを感じることはなかった。そして春になり、桜のつぼみが膨らむ頃、俺は空き巣に告白。空き巣は顔を真っ赤にして、よろしくお願いします。と、なぜか深々とお辞儀をして、手を差し出してきた。そして再び冬が来て、空き巣と二回目の春を迎える頃、俺と空き巣は結婚。来年の春には、新しい家族が増える予定だ。空き巣。いや、美穂のおかげで、寂しい冬は、二度と訪れないだろう。エネオというにも微妙なんだが、とにかく愚痴らせてほしい。私と夫は子供なし、平凡な会社員の共働き。給料は夫が平均以下。私は資格が必要な仕事なので、年齢にしては多い方かもしれないが、私たち夫婦は決して裕福ではない。夫には10歳近く年の離れた妹がいる。その義妹が夫婦で我が家にアポなしでやってきて、お金50万円を無心された。妊娠出産に加え、義妹夫の給与がだだ下がりで、紙おむつを買うお金もないそうだ。私は冷たいようだが、きっぱりとお断りした。なぜなら、以前に貸した30万、まだ1円も返ってきてないからだ。その時は夫が義妹の保証人として名乗り出たので、夫の小遣いを毎月減らして、コツコツ家計には返済したんだけど、しかしその時の苦労が身に染みているらしく、今度は夫も、
自分が保証するから、とは言わない。しかし貸してはやりたいようで。ピコーン、ひらめいた。私この親に頼めばいいんじゃね？と言い出した。私は初めて旦那を軽蔑した。夫はいいことを思いついたとばかりにまくし立てる。私この親は子供が大好きで、私この姉の家にも子供がいるからっていっぱい援助してるから、お願いしたら援助してくれるよ。とか、冗談でなく本気で言ってくるから、もう行かれてる。頭がクラクラしながら、私の親に迷惑をかけるな、と激怒するものの、義妹夫婦も夫の話を聞いてノリノリになってしまい、仕方がないので、私が両親に電話して事情を説明すると、父から、夫君に代わって、と、そして電話を代わると、自分の娘や孫はもちろん可愛いから援助するが、君の妹さんは私の娘じゃない。その上、うちの娘に嫌がらせはするし、なぜお金を出してもらえると思えるのか、全く理解できない。失礼だとは思わなかったのか？今後娘とは行き来するが、君との付き合いは遠慮させていただく。と、コテンパンに言われたらしく、夫はリアルにへこんでいた。義妹に嫌がらせをされたと父から話があった通り、私は義妹に散々な目にあったが、それは後で話したいと思う。うちが当てにできないと理解した義妹夫婦は、もう用がないとばかりにさっさと帰っていった。そしてその後、義妹夫婦は夫からの連絡をすべて着信拒否しているらしい。この件で夫がことあるごとに、私子親のせいで妹との仲が壊れた。とぐちぐちうるさい。お前の姉の子はいつも良い服ばかり着て、たくさん玩具も買ってもらって援助を受けてるのに、なんで妹の子はおむつも買えないのに頼っちゃダメなんだよ。人れなしじゃないか。とか。この夫は何を言ってるんだろう。私の姉の子がいつも良い服を着て、玩具いっぱい持ってるのは、私の実家が援助してるからじゃなくて、姉の夫が高収入エリートだからだ。もちろん私の両親も孫は可愛いから、多少洋服を買ってあげたりはするけれど、親の援助なんて必要もないくらい、年4桁万円の収入に加えて、投資資産がわんさかある。夫に言ったところで信じなかったけどね。そもそもお金がもらえないと分かった途端に、着信拒否されてる時点で、明らかに義妹夫婦は夫のことを金づるとしか思ってない証拠だろう。あんたの妹のせいで、私と夫の仲は何度も壊れそうになったというのに。俺の両親は亡くなっているから、世界でたった一人の身内なのに。と、ぐちぐち言われた。妻である私は身内ではないらしいよ。私は今まで散々、義妹のわがままに振り回されてきたけど、もう付き合いきれん。私と別れたら、好きなだけ思う存分、義妹ちゃんに援助できるよ。と言ってみたが、夫は離婚は嫌だという。それも今回の一件で、私の実家の金目当てとしか思えなくなってしまった。夫曰く、義妹が小学生の時に、うとめが亡くなり、義妹は親戚中、たらい回しだったらしい。そんな理由で夫は義妹のこととなると、頭のネジが数十本ほど吹っ飛ぶようだ。義妹がまだ10代なので、私も多めに見ていた部分はある。が、よく考えたら、義妹の夫は私の夫より年上だ。
しっかりしてくれ。赤ちゃんがかわいそうすぎる。おむつパンパンになっても変えてもらってなかった。甘いかもしれないけど、新生児おむつを現物支給してきた。すっごい不満そうだったけどね。お金じゃなかったからだろうな。でもお金を渡すと、パチンコやブランド物に消えるのは目に見えているから。だって義妹は赤ちゃんのおむつも買えないって言いながら、上下ブランドの服を着ている。親の遺産で買ったんだろうけど、古着でも売ったら、赤ちゃんが成長するまでのおむつ代くらい、賄えるようなブランドだよ。夫は洋服やブランドに無頓着だから、見たところで妹の服がそんなに高価なものなんて、わからないし、私が言ったところで、古着でそんなに金になるわけないだろう。私子はいつも大げさなんだよ。って笑ってたけど、結局、私のことは何一つ信じないんだなとわかり、私は離婚の決意をした。夫が逃げてなかなか話が進まないけど、私は仕事してるし、子供もいないし、別にお金はいらないから、早く解消したい。さて、離婚の原因になった義妹が私にしてきた数々の嫌がらせについて、ここで公表したい。先にも話した通り、夫の両親は他界していて、義妹は親戚の家に預けられたものの、家に全く帰らず、学校も行かずに外泊ばかりだった。私たちが結婚を決めて、義妹が高校受験というタイミングと重なり、一緒に暮らし始めた。そしてまず義妹は、私の結婚式に白いドレスで出席した。私が用意してあげたドレスは着ずに、どこからか買ってきた白いドレスで現れ、まあ10代だし、子供だから知らなかったのかな、と仕方ないなと思っていた。しかし式の最中に、嫌がらせに白いドレス着て出席してやった、と大声で叫び、式は台無しに。私の父は義妹に激怒したが、他の方もいたので、兄を取られるって思いもあるのかもしれない、と私が何とか抑えた。その他にも万引きで捕まって私の名前を名乗り、私の実家の住所や連絡先を警察に話したせいで、私の父が身元引き受け人として警察に呼び出され、父が現場で自分の娘ではないと警察に義妹との関係や事情を説明する羽目になった。義妹は嘘が発覚しても謝りもせず、万引きした商品のお金を父に要求。それも百貨店に入っていた海外ラグジュアリーブランドだ。父からの連絡を受けて私が駆けつけ、なんとか事態を穏便に済ませるために私が払った。その時は、家族との関わりも薄かったし、かまってほしいのだろう、という夫の言葉を真に受けて、あまり大ごとにはしなかった。しかし義妹の悪態はそれだけではなかった。新婚旅行を計画していたが、義妹が、一度でいいから家族旅行をしたい、と言い、夫が、なんとか家族旅行をさせてやりたい、とのことで、予定していたバリ旅行に連れて行った。しかし現地でわがままいっぱい、不満いっぱい、ずっとぐちぐち言ったり、ゴミを放ったり、さらにお土産を盗もうとする始末。叱ったら、私子がいたら家族旅行じゃない。家族じゃない人がいるから楽しくないんだもん、と言い出す始末。日本じゃないんだから逮捕でもされようもんならどうなるか分かってんのか。
海外でゴミを放置したり、悪態つくのは、とても危険な行為だと説教したら、勝手にタクシー捕まえてどこかへ行ってしまった。が、お金はない。言葉は通じないで、怖くなってホテルへ帰ってきていた。お金を持っていないから、タクシー代はドアマンがお金を払ってくれていた。もちろん部屋代につけられていたけど、柔軟な対応をしてくれるホテルでよかった。しかしホテルに着くまでの間、私と夫は必死で義妹を探し回っていたんだ。もう義妹には散々振り回されっぱなしだ。結婚式に新婚旅行も落ち着いて、義妹の進路を決めなくちゃならない時に、私立の制服が可愛い学校に進学したい。というので、ウトメの夫の相続分を使い入学させたら、一年もしないうちに退学。理由は妊娠。相手と結婚したいと大騒ぎしていたが、ある日ケロッとした顔で、処置しちゃった。と、この間相手方を巻き込んで大騒動だったのに、なんせ、結婚したいのは一人だけど、父親は誰かわかんない。と言い始めたから、それはもうすごい騒動で、学校でも大問題として取り扱われて、私も仕事を休んで何度も呼び出された。巻き込まれた側のご両親は、訴えるだの、名誉毀損だの言い出す始末。先方の言い分の方がよっぽどまともだとわかるから、話し合いも頭が上がらずに本当に辛かった。義妹は結局その後の話し合いには顔も出さず、私が先方に和解のための慰謝料を払ったり、学校にお詫びをする羽目になった。その時夫は仕事が忙しいだの、子供の話はデリケートだから、女の方が良いだの。適当な理由を並べて、話し合いは私に丸投げ。妹ちゃんの体調ばかり心配していた。思えばあの時すでにエネオっぷりを発揮していたな。あの時早く別れていればよかったよ。今の義妹の旦那は、ある日いきなり連れてきて、結婚する？この人借金あるから清算してあげて。と家に連れてきて、夫が私の反対を押し切って、ウトメの残した夫分の遺産をすべてあげて結婚した相手だ。私はこの時、夫に、これであなたの貯金は全部ないからね、と念押しした。ちなみにウトメの相続の半分は義妹が受け取っている。未成年だから夫が通帳などを管理していたが、夫の引き出しからあっさり持ち出されていた。義妹はすべて数日で使い切ったそうだ。数千万円を、呆れてものも言えない。それで結婚して家を出るなら、もう関わりも少なくなるだろうと、私は安堵していたが、そんなことはなく、義妹夫の仕事の保証人になって、と言ってきた。夫は私の反対を押し切って保証人になったけど、義妹夫は無断欠勤や仕事中にパチンコ、おまけに同僚のものを盗むという最低なやつで、職場に夫婦で頭下げに行く羽目になった。これだけ義妹にされたことを書き込んでて、なんだか泣けてきた。ご両親を亡くしたっていう事情もあったから、仕方ないと思っていた面もあったけど、そんなレベルじゃないよ、もう。今回、夫が私実家を巻き込もうとして、ようやく私も冷静に考えるきっかけになった。言い訳にしかならないけど、夫と同棲した当初は
義妹も中学生で、ちょっと反抗的なところも育ちのせいだと思ってて、私も本当に甘かった。気がつけば、私のバッグを友人に売ったり、お金を勝手に持ち出されて、家にお金を置けなくなり、貯金通帳とかすべて持って毎日出勤していた。私がどうしてこんなことするの？と聞いても、何も言わず、荷物全部持って、あまりよろしくない年上の友人の家に居候。警察から電話があって出向けば、私の身分証のコピーを使って、夜のお店の面接に行っていた。幸い有料なお店だったらしく、警察に連絡してくれた。結局夫は義妹を唯一の身内とか言ってる割に、義妹の教育や面倒を見るわけでもなく、高校からの義妹の件で呼び出しがあっても、出向くのはいつも私。バリ旅行の時に私を、家族じゃないと言った義妹に何か言うでもなく、今回も、義妹と子供がかわいそうだと言ってる割に、おむつ一つ、玩具一つ、義妹に届けるわけでもない。私に母の役割を期待しているようだけど、こっちも20代半ばで、17歳の母親役なんて荷が重すぎる。それでも母に私を育てた時のことを聞きながら、自分なりに必死でやってきたつもりだけど、義妹には鬱陶しく、夫にはかわいそうな義妹に冷たい嫁と思われているらしい。さっき夫にお互い頭を冷やすために、私がウィークリー借りるから別居をと申し出したら、そんな余分なお金があるなら妹に。だって。もうダメだこいつ。私の言うこと何も通じない。不動産屋回って弁護士探してくる。夫とは話し合う気力がなくなった。今後は弁護士を通してもらおうと思う。やっと離婚が成立した。慰謝料なし、財産分与なし、義妹の妊娠騒動でかかった慰謝料、200万円だけ、夫に一括で返金してもらうことになった。正直私が義妹に支払った費用は、1000万円近い。けれど夫はそんなお金払えないこともわかってるし、義妹とのつながりも、夫とのつながりも早く切りたくて、この金額で縁を切れるならと、父にも説得されて了承することにした。夫の連れ子ならまだしも、妹。子供とはいえ、もう働ける年齢だ。早く自立してお金を稼ぐ労働の大変さ、お金のありがたさを痛感してほしいと思う。まあ、もう関係ないけど。私もまだ若いし、姉のような素敵な旦那を探そうかな。では、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。汚ねえスーツだな。これでマシになるだろう。そう言って同級生は、僕のスーツに赤ワインを引っ掛けた。父から譲り受けた形見のスーツがみるみる赤く染まる。怒りに震えながら何もできない僕。その時、一人の青い瞳の女性が目の前に飛び込んできた。一部始終を見ていた彼女は同級生に鋭い眼差しを向ける。まさかここであなたの本性が知れるなんてね。男の顔はどんどん青くなり、絶望に満ちた表情で膝から崩れ落ちた。書斎から聞こえてくる父のタイピングの音が母のいない僕にとっての子守歌代わりだった。寝室に一人でいてもそばに父がいるようなそんな気持ちになれる。しかし、それでもある夜、どうしても眠れないことがあって
父が仕事中、書斎に入ってみたことがあった。周りには、洋書や英和辞典、英語で書かれた書類が散らばっている。父は入ってきた僕に気づかないようだった。僕は散りばめられた紙切れを一枚手に取ってみる。英語で書かれたそれをいつまで見ても、一体どんなことが書かれているか、見当もつかない。他の本を手に取っても、それは同じだった。それでも僕は、そこに書かれている内容を知りたい。父が一体何を読んでいるのかに興味があった。ナオト、起きていたのか。僕に気づいた父が声をかけた。うん、眠れなくて。僕は足元にあった、背表紙が一番かっこいいと感じた本を取っていった。ねえお父さん、この本、何が書いてあるの？父は優しくにっこりと笑った。ナオトも覚えてみるか？英語。僕がうなずくと、父は一層嬉しそうに笑ったのだった。それが僕の中にある一番の父との思い出だった。男手一つで僕を育ててくれた父からもらったものはたくさんある。そのうちの一つが英語だ。僕は小学校の頃から勉強は苦手で、中学に上がった今でもそれは変わらなかった。でも、父から教わった英語だけは違った。中学生では活用する機会は少ないが、僕の英語力は洋楽や洋画を難なく楽しめるほどだったし、父との会話を英語だけにして生活することもできた。ある日僕は学校からの帰路、一人で家に向かっているところに一人の女の子と出会った。年齢は僕より少し年下くらい、まだ小学生だろうか。ブロンドの髪に青い瞳。外国人であることは一目で分かった。彼女は困ったような表情で、道行く人に声をかけようとしていた。しかし、周りの大人たちは、彼女の要望を一目見ると、そそくさと足早に、その場を離れるのだった。今にも泣き出しそうな彼女を素通りすることはできなかった。英語で彼女に話しかけてみることにした。君、どうしたの？中学生の僕が英語で話しかけたからか、彼女は少し驚いたような表情を見せた後に、英語で答えた。お父さんとお母さんとはぐれてしまって、この住所に帰りたいんですけど、まだ引っ越してきたばかりで、道がわからないんです。彼女の手にはメモが握られていて、そこには僕の通う中学校に近い番地が書かれていた。ああ、ここなら僕わかるから、案内するよ。そう言うと、彼女は喜んで僕の手を握り、何度もお礼の言葉を口にした。僕は長谷川直人。君は？私はソフィア。ソフィアはどうして日本へ？お父さんとお母さんの仕事の都合で、いろいろな国を転々としているんです。どうやら彼女の両親は、日本でいう転勤族で、国をまたいだ長期の出張が多いらしい。それに彼女は毎回ついて行っているようで、日本はもう5カ国目だそうだ。僕はソフィアから様々な国での生活について聞いた。本でしか見たことのない大自然や歴史的建造物をその目で見てきた彼女の話には、本やテレビ番組にはないリアリティを感じた。大変だね。その年でいろんな国を転々として。そう尋ねた僕に、彼女は屈託のない笑顔を見せた。そんなことないわ。どの国もそれぞれ面白いところがあって素敵。私、今の生活で良かったと思うの。そんな話をしているうちに、僕たちは彼女の自宅にたどり着いた。ソフィアと彼女の両親から何度も頭を下げられ、お礼を言われながら、僕は家路に着いた。その帰路で、僕は何度も彼女の話を頭の中で反復していた。様々な国々での生活、未知の文化への憧れ。彼女の話から生まれた海外への憧れから、僕は将来は外国への旅に関わる職に就きたいと思うようになった。それから数年後、高校を卒業した僕は旅行代理店に就職した。家庭の事情から、好きなように海外へ旅行するということは叶わなかったので、
せめて誰かに海外へ旅をする楽しみを知ってほしいということで、この職業を選んだのだ。また、勉強の苦手な僕が情熱を傾けられる唯一のことが、海外に夢を馳せることだったのだ。やはり仕事というのは難しいもので、最初のうちはわからないことだらけで、先輩には怒られてばかり、お客様にも満足に案内できないわで、苦労することも多かった。しかし、就職してさらに数年、仕事にも慣れ、ある程度の蓄えができ、そろそろ自分でも海外旅行をしてみようと思い始めた。父が亡くなったのは、そんな矢先だった。もともと、男で一つで無理をして僕を育ててくれたせいか、年々体は目に見えて痩せ細り、顔色から健康さは次第に消えていっていた。僕が就職し、自立した後も、父は僕に弱みを見せず、働き続けた。その過労がたたったのだろう。父は幼かった頃の僕に、英語力をはじめとした、いろいろなものを与えてくれた。そして、今回も僕に授けてくれたものが、一つあった。少し型の古いスーツ。使い古されてはいるものの、丁寧に手入れされており、穴はおろか、ほつれ一つ見当たらなかった。古くあっても、弱みを見せず、仕事を全うする。クローゼットにしまわれていたそんなスーツを、僕はなぜか、亡くなった父の姿に重ね合わせていた。遺品整理の際に、そのスーツを実家で見つけた僕は、これを形見としてもらおう。そして、今後の自分の人生で、いざという時、大事な場面で、このスーツを着ていこう。そう心に決めたのだった。父の死からさらに歳月が流れた。気がつけば僕は30歳。僕が英語に興味を持ち始めた頃の父と同じくらいの年齢になった。僕は勤めている旅行代理店ではそれなりの役職につき部下もできたところだ。父のスーツに似合う男になれただろうか。そんな風に考え始めるようになったところに、一通の手紙が自宅の郵便受けに入っていた。差出人は高校時代のクラスメイトから。近いうちに同窓会が開かれるという知らせだった。勉強の苦手な僕だったが、高校生活は楽しかった思い出がある。家に帰っても忙しくしている父を子供ながら気遣って、友達と夜まで外で遊んでいたのだ。再び顔を見たい友も何人か思い当たるところもある。僕は参加に丸をつけて同窓会の日を楽しみに待つことにした。そして当日、会場に何を着ていこうか悩んだ末、やっぱり一番の勝負服、父の形見のスーツを着ていくことにした。会場はすでに賑わっていて、みんな当時の面影を残している。高校を卒業してすぐに就職した僕は、同年代の人間と話を弾ませ、酒を酌み交わすことが滅多になかった。僕は嬉しくなって、当時の友達の輪に合流しようとしたところだった。おい、長谷川じゃないか?後ろから声をかけられ、振り返る。高級そうな紺のスーツに、嫌味なほど金ピカの腕時計。手に持つ赤ワインをグラスの中でもてあそびながら僕を見る男。そいつは清川と言った。友達ではない。むしろ高校時代から何かと突っかかってくる嫌な奴だ。例えば定期テストで僕が英語以外はからっきしで点数が悪かったのを知っていながら答案返却の際に自分の高得点の答案を持って僕の席まで来てこう言った。おい、ナオト、お前何点だったんだよ。僕の返答を待たずして、彼は僕の手から答案を取り上げ、赤点スレスレの点数をクラス中に聞こえるように大声で触れ回るのだった。そのくせ、僕が得意な英語の答案返却の時には、一歩も自分の席から動かないのだから、意地が悪い。その他に覚えているのは、体育の時間だ。サッカーの授業で、清川と対戦相手のチームに割り当てられた時のことだった。
彼は自分のチームの選手にパスを出すと見せかけて、僕にボールを故意に当てるということを何度も行ったのだ。さすがに見かねた教師から注意されていたが、清川は反省する素振りは全くなく、憎たらしい顔で僕を見て笑っていたのは屈辱的な記憶だった。そしてこうした高校時代の清川について最も奇妙だったのは、僕が彼に嫌がらせを受けることになった原因に僕自身一切心当たりがないのだ。彼を何かの拍子に傷つけることをしてしまっただろうかと考えたこともあったが、僕は先に触れた嫌がらせの時以外、彼と全くと言っていいほど関わりがなかったのだ。そんな彼の態度も同窓会ともなると丸くなっているかと思ったが、そんなことはなかった。相変わらずしけた面してんな。バカで貧乏人の面だ。その点、自分は金持ちで決まっているとでも言いたげに髪をかき上げ、いやらしい金時計を見せつける。清川の父は日本全国にいくつも拠点を持つホテルチェーンの社長だと聞いたことがある。高校時代に自分は父の会社を継いで社長になるんだとも歌っていた。庶民を見下す嫌な金持ちがまた一人生まれてしまったというわけだ。感情を抑えながら僕は冷静に清川をあしらおうと考えた。なんだよ清川、久しぶりに会ったのに随分な言い草だな。貧乏人に貧乏人と言って何が悪い。どうして俺が貧乏人なんだよ。ムキになる僕を彼は鼻で笑う。だってそうだろ、こんな古臭くて小汚いスーツを着てるんだからさ。清川は僕の着ているスーツを指さした。父から譲り受けた形見のスーツ。僕にとっては何よりも大切な品だが、何も知らない人からすればそう感じるのだろう。スーツの話はもういいだろ。いい加減突っかかるのはやめてくれ。そう言って彼を置いて歩き去ろうとする僕に、清川は執拗に僕の行く手を塞ぐ。それになんだかこのスーツ匂わね。貧乏な家のカビとかホコリが染み込んじまってんじゃねえの。気づけば周りに小さな人だかりができていた。僕と清川のやりとりを聞いていた同級生たちが僕たち二人に注目する。清川は僕のスーツの襟をつかみ、鼻を近づける素振りをした。やめろ、僕のスーツに触るな。怒りを込めて彼の手を振りほどく。清川は一瞬ムッとした表情を浮かべたが、すぐにまたあの憎たらしい笑みに戻った。そうだ、いい考えがあるぜ長谷川。お前のスーツがもっと良くなる方法がな。嫌な予感がした。すぐにその場から離れればよかったが遅かった。こうすればいいんだよ。清川は手に持っていたグラスの中の赤ワインを思いっきり僕のスーツに引っ掛けたのだ。ジャケットと中の白いワイシャツがみるみる赤く染まる。インナーにまで染み込んできて、嫌な冷たさが腹部に広がった。驚きと憤怒のあまり言葉が出なかった。ただただ怒りに震えながら歯を食いしばり、清川の目を睨みつけることしかできなかった。やりとりを見ていた周りの同級生たちは口々に清川を責め立てたが、あいつはそんなのを意に介さない様子で俺を嘲笑っている。なんだよ、一丁前に怒ってんのか。そんな安物のスーツを汚されたくらいで。むしろこの上物のワインでいい香りがついたんだ。礼を言ってほしいくらいだね。もう我慢の限界だった。僕は力一杯握った拳を清川の顔面に叩きつけようと一歩踏み出したその時だった。どうしたんです、大丈夫ですか。一人の女性が僕に駆け寄ってきた。ブロンドの髪に青い瞳。外国人だ。彼女はおしぼりを一生懸命僕のシャツに当ててワインが染みるのを止めようとしてくれている。ふと清川の方を見ると、彼は先ほどの異性とは一転、彼女を一目見るなり顔は青ざめ、
体は怯えたように震えている。ソフィアさん、どうしてここに？彼はそう口にした。ソフィア、どこかで聞き覚えのある名前だと思った。あなたどこかで。僕がそう声をかけると、彼女はにっこりと笑って言った。はい、昔迷子の私を助けてくれた人ですよね。思い出した。まだ僕が子供の頃、道端で両親とはぐれて泣いていた女の子だ。ソフィア、あの頃と違って、当然だが背も高くなったし、顔立ちもまるで違っていた。言葉も流暢な日本語を使っている。でも、確かにあの頃の面影は残していた。どうしてここに？実は私、アメリカでホテル事業を起こして、その経営を任されているんです。今日隣の座敷で商談があったので来ていたのですが、彼女の目は震える清川に注がれていた。まさかここであなたの本性が知れるなんてね。清川は冷や汗をハンカチで拭っている。ソフィアさん、これには訳が。言い訳は結構。一部始終見ていたんです。人のことを一方的に侮辱してワインをかけるなんて。あなたの会社との取引は取りやめさせていただきます。すると清川は絶望に満ちた表情で膝から崩れ落ちた。そんな10億の取引がパーだなんて。10億。どうやら二人はとんでもない額の商談を進めていたようだ。それが一夜の失態を見られて不意にするとは。同窓会場は清川の悲痛な叫びに包まれたのだった。後から聞いた話なのだが、清川が僕に嫌がらせをしてきたのには、やはり理由があったらしい。中学の頃授業参観があり、それがたまたま英語の授業だった。英語で書いた作文を読み上げるというもので、僕の英語の発表を聞いた清川の母親は、清川に僕のように、英語を上手くなりなさいと教育したそうだ。ホテルチェーンを継ぐのであれば、英語力も必要になるのだろうが、当時彼は英語が苦手だったそうだ。自分以外の誰か、それも同級生をお手本にするよう言われたのが、よっぽど屈辱だったのだろう。その日から彼は僕のことを逆恨みするようになったのだ。しかしそれを、今の今まで引きずっていたせいで、彼の会社は大きな取引先を失ってしまった。会社は苦境に立たされているようで、苦しい生活をしているらしいと風の噂で知った。一方僕は、あの日から数日後、ソフィアと二人で時間を設け、あれからのお互いのことを語り合った。ソフィアは日本を出た後も数カ国転々とした後、高校生の時、母国のアメリカに戻ったそうだ。大学で経営学を学び、旅行者に異国の地での時間を素晴らしいものにしてほしいという思いから、ホテル事業を起こすに至ったそうだ。二人の思い出話以外にも思わぬ収穫があった。僕の今の仕事の話をしたところ、なんと僕の旅行会社と取引がしたいと持ちかけてきたのだ。日本への本格的な進出を考えているところだったようで、提携してくれる信用できる旅行会社を探していたとのことだった。そして僕の会社と彼女の会社は正式に手を組むことになり、売上は順調に右肩上がり。僕はその功績を買われて、数年後には経営を任せてもらえるほどの出世を遂げたのだった。額もお金もない僕が、ここまで成功できたのは、小さい頃の僕に英語を教えてくれた父のおかげだ。僕は今でも形見のスーツを着て、天国の父に感謝しながら毎日を送っている。